外観にモノトーンな印象の外交の計画を入れてあります。なんか自然と森林浴してるみたいな。そうね、本当ホテル大工だった。ホテル大工。皆さんこんにちは、ユニテチャンネルです。本日は仙台市太白区太白3丁目のルームツアーしていきたいと思います。前回支店長とイキさんと大塚さんと一緒にちょっと山登りをしてきました。ちょうど太白山っていうところの本当に目の前のところにある建物で、素敵な建物なのでちょっとぜひご紹介していきたいと思います。で今日は営業の鈴木さんと設計の尾形さんに来てもらいました。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。お茶をしながら、はい、いろいろ語ってもらいたいなと思ってます。はい、じゃまず外回りからいいですかね。ポイントとかちょっとこだわった点、うん、教えてもらいたいなと思います。今回はそのブラックの外観に、ちょっとモノトーンな印象の外交の計画を入れてあります。で外壁もちょっと横張り の、うん、あのビレクトのブラックを使用してるんですけれども、うんうんうん、あのフェンスも横のつながりでやっぱり広がりを作ってあげて、はいはい、で、ランダムな土間の目地がちょっと印象を、うん、あの、うん、シャープな印象にしてあげているっていうところです。インターホンとか宅配ボックスはその外構の一部としてちょっと設計の計画に入れさせていただきました。今回この建物の構造体に国産材を使用しておりまして、構造体ですのでやっぱり建物が仕上がってくるとその木材の部分が見えてこないので、外観にその木材を使用してるっていう印象を加えるためにちょっと庇しのところに、木材を施したデザインを、なんか奥の方に見えますね、はい、なんか金属に対しての硬いイメージにちょっと柔らかさを入れてあげているっていうところでした。テーマが実はありまして、はいはい、五感で日本の誇りである森林を感じる家っていうところで、テーマで、和の要素もちょっとずつ入れていこうというふうに外と中で計画しました。はい、なんか自然と森林浴してるみたいなイメージですよね。お家の中でできるってすごいですよね。とはいえ都心部まですごい遠いわけではなくて、はいはい、15分程度で都心まで行けますからね。ですから仕事で疲れた時にここに帰ってリラックスするとか、そういう場所にはもってこいですよね。玄関ドアもあるんですけれども、うんうん、引き戸を採用してまして、はいはい、その輪につながるあの引き方の違いっていうところで、はい、で引き戸ですとやっぱり手の負担も少ないので、はい、開け閉めのしやすさっていうのはやっぱりしやすいです。で網戸もつくので、うん、あの夏場網戸あるんだ。そうなんです。あの引き戸の玄関だと網戸がつくので、うん、その網戸を引いた状態で夏場とかは風通しもできますし、虫も入ってこないので、うん、その五感の中 の、 あの風みたいなところも感じていただけるかなというところもありました。で入ってすぐ正面にお庭がこう見えてくるので、うん、見えますね。目線がね、抜けてますね。中心に持ってこないこの光のライティングの使い方っていうところも、うんうん、壁に寄せることでなんか広がるんですね。そうですね、うん、はい、で今回そのシューズカビネットが結構広い2メートルぐらいの収納になってるんですけれども、うんうん、ここはもう靴の収納だけというよりはフローリングに上がったところ、そうですね、うんうん、1つパンか2つパンぐらいは備品収納っていう形でもご利用いただけるようになってます。例えば日用品のストックとか、うん、棚板をちょっと調整するとトイレットペーパーもあの買ってきた袋のまま収納できますので、あの収納という使い方、靴だけの収納じゃない使い方っていうのも、うん、あの利用していただけるかなというふうに、はい、計画してます。スタイリッシュな 和モダンも意識してましたので、うん、トイレにあえてその棚みたいなのは作っていなくて、ちょっと間接照明を入れたりですとか、うんうん、あと三和カンパニーさんの手洗い機とか、あとはちょっとした身支度もできるような形でミラーを設置してますので、ね、はい、ここにはあんまりこうあの
トイレットペーパーを上に置くみたいな使い方ね、ここに突っ張り棒したらね、せっかくのこのイメージがね、スタイリッシュな雰囲気で使っていただきたいなという意味で、はい、あのシューズボックス兼収納みたいな、ね、日用品ストックっていう形で使っていただきたいなと思ってます、うんうん、お、すごい、なんかすごいですよね。今回はそのお部屋の1階の LDK の中心にデザイン階段入れさせていただいてます、うん、はいはいはい、インパクトがありますね、はい、フレームがすごく細くてスタイリッシュなフレームを使ってますので、うん、あの手前のリビングスペースと奥のキッチンとダイニングスペースをあの分断させないような統一感がある。おばさん、いいとこもう一回救急車も来てる。それはさすがにある。めっちゃいいのにと思って。ね、そっか。全然そっか。頭で出てない。それだけ入ってもらってて申し訳ない。すごい集中してもらってます。ごめんなさい。あと、あそこ、地窓があるんですね、あそこね。あ、そうですね。リビングスペースのところに、あの地窓を作ってまして、ここ、例えばですけど、ペット飼ってるお客様とかだったら あの飼い主をお出迎えする窓にしてもらったりとか、でリビング側の壁にはあの下地の補強してますので壁掛けにテレビしてもらったりとか棚つけてもらったりとかできます。1階には床暖房が入ってます。下から温まるって一番いいんでしょうね、やっぱりね。全面ですか？全部リビング、LDK 全面入ってます。あ、じゃあ全体が高いですね。和モダンではあるんですが、うん、こういうちょっとミッドセンチュリー的な家具とかにも相性が良くって、はいはい、逆によりスタイリッシュに見えてくるかなというふうに思ってます。で奥のキッチンの印象の強いところはやっぱり天井の間接照明がすごく効果的にその浮き立たせているかなというふうに思ってます、はい、で今回キッチンをあえて窓側に寄せてるっていうところが、うんうん、キッチンに立ちながらその奥様がその外の景色を見れる。今回そのキッチンに採用させていただいたのが、リクシルさんの商品なんですけれども、その人工大理石の天板がすごく薄い商品になってるんですね。ボテッとしないスタイリッシュな生活をしていただきたいな。キッチンもブラックでフードもちょっとブラックに。あ、フードもそうですね、はい、薄い形のなんかいいですね。そうですね、はい、でデッキとつながる大きな掃き出しの窓がありますので、うん、あの外の景色を見ながら中で過ごしていただくのもいいですし、デッキの方に出ていただいて天気のいい日とかはあのコーヒー飲みながら本読んだり、いい、ね、まあ、夜はちょっとこうお酒を飲みながら過ごしたりとか。いい、ね、なんか増えそうお酒が。非日常ですね。そうですね、非日常ですね。いいですね。建物ないですもんね、あの道路側にね。あ、そう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 なんですよね。そうそう、開放的ですもんね。このデッキはあれですか？樹脂デッキ採用してますね。お手入れとかは、はい、簡単です。じゃあ2階に上がってきました。すごいワンフロアですね。でもこれってどういう使い方をするんですか？そうですね、これ階段を中心に左手側、今青い壁が見えてるところなんですけど、はいはいはい、そちらがあのベッドルームのイメージで、はい、作ってます。で青い壁にベッドヘッドを持ってきてもらうようなイメージで、はい、作ってました。なかなかあの青色もいいですね、合ってますね、あの色、なんか落ち着いた色でいいな。で青、あら、そうですね、これが日本の伝統色の藍色をイメージした、はい、クロスで入れてあります、はいはい、でちょっと間接照明を仕込んでまして、うんうん、でこの壁の裏側に実はクローゼットスペースがございます、はい、で階段を上って右手側、今ちょうど扉が見えてる位置なんですけれども、うんうん、はいはい、この階段と扉の間に、
ランドリーポールがブラックのアイアンで、あの上のところですね、はい、入ってます、はい、ここにあの洗濯物を室内干ししていただいたりですとか、うん、あとその窓の手前にあのカウンターとかデスクとか置いていただいて、うん、リモートワークスペースとして使っていただいてもいいですし、うん、結構使い勝手はあるかなというふうに思ってます、うん、で扉を開けていただくと、はい、洗面スペースになってます、はい、この洗面台はカウンターにベッセルタイプを入れてありまして、いいですか、このベッセルタイプって何ですか、はい、あ、ここの洗面化粧台がこうちょっと出っ張ってる四角い、それをベッセルタイプ、はい、でこれを作業してます。うーん、はい、私ずっとね下から思ってて我慢してたんですけどここは本当ホテル大工ですね。そうです、ホテル大工、はい、ずっと言いたくて我慢してたんですか。じゃあここに来ていよいよ我慢できなくて、いよいよ、ね、あ、このタイミングがいいのかどうかあれですけど、あ、そっか、まだあるかもしれない、まだあるかもしれない、ホテル大工、ホテル大工本当にぴったりだと思いますね。忙しい朝とか便利ですね、横に並んで朝日とかも結構綺麗に入ってくれるので、あの照明つけなくても、ね、十分明るいかな、鏡が前面に入ってますので、すごく広がりを感じやすいかと思います。そうですね、上からも日差しが差してやっぱり、そうですね、明るくていいですね。実はこのミラーにちょっとチラ見されてる場所が反対側にお風呂がありまして、あれちょっとホテルで買えますか、ちょっとで今回はそのちょっと窓からあの景色が見れるような形で、ちょっと日中とかもゆったりお風呂に入っていただけてくつろげる、はい、そうですね、建物のない側でしたもんね、確かに、ね、そうです、そうです、緑しかない、ね、で開放的、はい、まあ、中に入ると透明だっていうのはやっぱり広がり感あってあれでしょうね、そうですね、扉も、ね、あの今やっぱりお客様で採用される方も多くて、うん、やっぱりその個室で締め切るので、うん、そんなに気にはならないと思うんですけど、うんうん、中にいても外にいても開放的、そうですね、そうですね、そうです、そうです、この横長のミラーと窓がこうつながるようなデザインにしたんですよ、うん、ぜひね、ご見学の方ぜひまずはご見学いただきたいですね、はい、お待ちしてます、はい、ありがとうございます、今日はすごいいい話を聞きました、ありがとうございます、鈴木さん、尾形さん、ありがとうございました、ありがとうございました、チャンネル登録もよろしくお願いします、すごいですね、これがほんと広くて、うん、なんかまさにホテルライク、本当ですね、うん、一言で言うここで出す早い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 、じゃあこれはあ、これ洗面まで引っ張るの？洗面まで引っ張るホテルライク。ホテルライクここで5回ぐらい使うよ。ホテルライク。これダメ。ホテルライク。ダメ。